ニュースワンップモアさあ始まりましたニュースワンナップモア今日で配信は2回目となりますがこの番組はニュースとそのもう一歩先を考える番組です、えー、今画面にも出ていますが「ハッシュタグワンアップモア」とツイートしていただけますと今この私もこの番組進めながらツイートしていますので「えー、ハッシュタグワンアップモアで」で、えー、どしどしご意見をお寄せください えーさあ今日も注目ニュースたくさん集まっています最初のニュースは速報です先ほど民放のテレビ番組内で発表された2022年の魅力度ランキングで群馬県は昨年と同じく44位となりましたこのランキングはブランド総合研究所が公表しているものです魅力度ランキングをめぐっては群馬県の山本知事は昨年 ランキングに対して魅力度を適切に示すランキングとは言えないと調査方法などについて批判し先月9月30日には群馬県も県の検証をまとめた結果を公表していましたこの中で抽象的概念を単一の質問で測定することといった測定方法の問題点や分析方法の問題点などを指摘していますまた群馬近県の北関東信越5県では 群馬県は先ほどもお伝えしました通り、昨年と同じく44位、栃木県が昨年の41位から40位、茨城県が昨年の47位から46位、新潟県が昨年の22位から25位、長野県が昨年の10位から12位となっています。以上ここままでで速報でお伝えしました。 デジタル庁の河野大臣は昨日11日の会見で先月、群馬県での開催が明らかになっていた G7 関係閣僚会合の名称を G7 群馬高崎デジタル技術大臣会合として群馬県高崎市の G メッセ群馬で来年4月29日と30日の2日間の日程で行うことを正式に発表しました。会見の中で河野大臣は G7 のデジタル分野の連携をしっかりと強化し DFFT、信頼性のある自由なデータ流通の具体化を推進したいとしデジタル庁、総務省、経済産業省、群馬県、高崎市と連携をしていくとしました G7 関係閣僚会合が群馬県内で開催されるのはこれが初めてとなります えー、G7 関係閣僚会合の誘致にあたっては群馬県が今年2月に誘致を表明してからさまざまなことがありました群馬県が初の誘致から開催決定までを振り返ります1年ぶりの続編となったシリーズ「どうなる G メッセ群馬」第4弾は先週群馬県は G7 先進7カ国首脳会議の関係閣僚会合の開催都市に初の立候補を表明しました会場は G メッセ群馬を含む2つの案が出されていますこのように巨大施設 G メッセ群馬が今後も活躍するには国際会議が鍵と見られています一体どういうことなのでしょうか詳しく見ていきます昨年11月 群馬のお隣の新潟県と新潟市は共同で会見を行い、ある発表をしました。それは、2023年、来年日本で行われる G7、先進7カ国首脳会議の関係閣僚会合開催地として誘致に名乗りを上げたのです。一方で群馬県、先週17日の県の定例会見で、 山本一太知事は高崎市の G メッセ群馬などを会場案とした G7 ・先進7カ国首脳会議の関係閣僚会合の開催土地に立候補を表明しました群馬県では初の立候補となります G7 サミットといえば記憶に新しいのは今から6年前の2016年にも日本で開催されました当時の正式名称は G7 ・石島サミット2016 三重県の伊勢島をサミット会場とし、このほかにも外務大臣会合や農業大臣会合など関係閣僚会合が全国各地で行われました。それぞれの開催地域はご覧の通りとなっています。北から見ていきますと仙台市や新潟市、長野県軽井沢町、茨城県つくば市、富山市、神戸市、岡山県倉敷市、香川県高松市、 広島市、福岡県北九州市の合わせて10の都市です。このうち注目するのは群馬の隣、新潟県新潟市です。2016年開催の伊勢志摩サミットの関係閣僚会合では、新潟市の時メッセで農業大臣会合が開催されました。実は新潟県、この G7 をはじめハイレベルな国際会議では、 複数回にわたってて関係閣僚会合の誘致を成功させてきました。2016年の G7 ・石島サミット以外にも2008年の G8 ・東爺湖サミットでは労働大臣会合、2010年の APEC 首脳会議では食料安全保障担当大臣会合、2019年の G20 ・大阪サミット開催時には2016年に引き続き、 農業大臣会合が開催されました今回の新潟や群馬の誘致発表では新潟県と新潟市は会場についての言及はありませんでしたが2016年や2019年などの過去のサミット時には新潟市の時メッセが会場となりましたまた群馬県は会場として今回2つのプランを発表し1つ目は高崎市の G メッセ群馬と伊香保温泉 2つ目は草津温泉とするものです一方で国際会議誘致のメリットはどこにあるのでしょうか誘致の利点として群馬県は世界が注目する G7 関係閣僚会合を誘致することで群馬県の魅力を世界に発信するとともに県のブランド力向上を図りまた様々な国際課題が議論される会議を身近に感じることで 県が目指すグローバルな視点を持った人このほかにも G メッセ群馬という施設での開催実績を積むことで、今後のさらなる経済効果につながることが期待されます。2023年に日本で行われる G7 サミット、新潟や群馬のほかには、どの都道府県が誘致を目指しているのでしょうか。 当チャンネルの調べによりますと今日25日現在で分かっているだけでも茨城、栃木、長野など群馬の近県ほか北海道、宮城、愛知、三重、大阪、兵庫、滋賀、広島、岡山、福岡、長崎、宮崎、沖縄と少なくとも合わせて18の道府県となっており開催地の決定や発表は 今年の夏ごろを予定しているということです2020年に誕生した G メッセ群馬今後さらなる活躍を果たしていくには厳しい招致合戦に勝ち続けなければなりません数年後にはどのような実績を重ねられるのでしょうか政府は来年2023年に日本で開催される G7 広島サミットの関係閣僚会合を 長野県軽井沢町と新潟県新潟市で開催することを決定したと発表しました2023年に日本で開催される G7 広島サミットの関係閣僚会合の開催地について政府は今週30日の記者会見で長野県軽井沢町と新潟県新潟市にて行うことを発表しました軽井沢町と新潟市が開催地の決定に至った理由について 会場や宿舎、警備など総合的に判断し決定したとしていますカルイザー町で開催されるのは外務大臣会合新潟市で開催されるのは財務大臣中央銀行総裁会議ですこの2つを含め今回の G7 サミットの関係閣僚会合は合わせて14になるということですこの他の具体的にはご覧の科学技術大臣会合 男女共同参画女性活躍担当大臣会合、内務安全担当大臣会合、デジタル技術大臣会合、気候エネルギー環境大臣会合、保健大臣会合、労働雇用大臣会合、農業大臣会合、貿易大臣会合、教育大臣会合、交通大臣会合、 都市大臣会合の14ですそして前回2016年に日本で開催の伊勢志摩サミット関係閣僚会合は10の都市で開かれました今回の g7 広島サミットの関係閣僚会合をめぐっては群馬栃木茨城新潟長野の群馬近隣の県や北海道宮城愛知三重大阪兵庫 滋賀広島、岡岡、山、福岡長崎、宮崎、宮沖縄も誘致を目指していますまた NHK や群馬県の地元紙、上毛新聞などの一部報道では今回の関係閣僚会合のうち高崎市がデジタル技術大臣会合の開催地に内定また有力と報じています。これに対し 群馬県の山本知事は昨日一日に行われた県の定例記者会見でこの一部報道について正式な連絡は来ていないと述べました誘致を目指している群馬県は今年2月にこの G7 関係閣僚会合の初の誘致を表明会場として2つのプランを発表し一つ目は G メッセ群馬と伊香保温泉二つ目が草津温泉としていました 速報です。来年2023年に日本で開催の G7 広島サミットで行われる14の関係閣僚会合のうち G7 デジタル技術大臣会合を群馬県内で行われることが正式に発表されました先ほど行われた官房長官の定例会見内で明らかになりました群馬県内の具体的な会場は誘致段階で公表していた 高崎駅から徒歩15分の G メッセ群馬で宿泊地は高崎市と隣接する渋川市の伊加本線とみられています G7 関係閣僚会合が群馬県内で開催されるのはこれが初めてです今回の関係閣僚会合の数は合わせて14で開催都市の一覧は次の通りです外務大臣会合は長野県軽井沢町 財務大臣中央銀行総裁会議は新潟県新潟市科学技術大臣会合は宮城県仙台市男女共同参画女性活躍担当大臣会合は栃木県日光市内務安全担当大臣会合は茨城県水戸市デジタル技術大臣会合は群馬県気候エネルギー環境大臣会合は北海道札幌市 保健大臣会合は長崎県長崎市、労働雇用大臣会合は岡山県倉敷市、農業大臣会合は宮崎県宮崎市、貿易大臣会合は大阪府、教育大臣会合は富山県と石川県による共催、交通大臣会合は三重県志摩市、都市大臣会合は香川県高松市となっています。 今回群馬県のほか、近隣の栃木県、茨城県、長野県、新潟県の北関東、新越5県すべてで各会合の開催都市となっています。鶴屋吉岡店開店でございます。どうぞ。おめでとうございます。特集です。 昨日13日、13群馬県吉岡町に長野初のスーパーマーーパマケット、鶴屋吉岡店がオープンしましまた。群馬県内で3店舗目の出店の一方で周辺の道路では店舗へと続く交差点で車両が曲がりきれず道路の混雑する様子も確認できましたそんな混雑から9時オープンの予定もわずかに早まりましたそんなオープン初日の様子を振り返ります また、概要欄にはオープニングセレモニーから開店の瞬間の様子をノーカットでお伝えしているので、そちらも合わせてご覧ください。群馬県高崎市、オープン当日の朝7時15分ごろ、関越自動車道前橋インター付近の様子です。吉岡町の小窓スマートインターチェンジへ向かう道中、特に目立った混雑は確認できませんでした。そして 吉岡町に入りました鶴屋吉岡店前に到着した朝7時半ごろすでに開店を待つ人の列がありました。 多くの開店祝いの花も送られていました。次第に列は長くなっていきます。8時20分頃にはさらに多くのお客さんの姿も。そして8時40分頃、吉岡店のオープニングセレモニー、 開店式が始まりまりした。ご来賓の方々を代表いたしまして吉岡町町長,長柴崎徳一郎様にご挨拶を頂戴いたします柴崎町長よろしくお願いいたしますえ皆さんおはようございますただいまご紹介いただきました町長柴崎でございます鶴屋吉岡店開店セレモニーの開催にあたりまして一言お祝いを申し上げます長野県 小室市を発祥の地とされる株式会社鶴屋が群馬県に進出され県内3店舗目としてこの吉岡町大久保の地に新たに大規模店舗を開業されましたことに心よりお祝いを申し上げます皆様もご承知の通り吉岡町は駒寄せスマートインターの大型車対応化をはじめ 県道南新井前橋線バイパスの開通など交通の要所として発展し商業施設には町内外から多くの方が訪れにぎわいを作っていただけるものと確信いたします株式会社鶴屋さんは豊かな食生活の創造を企業理念に優れた味と鮮度の高いサービスの提供を通じてお客様の健康で 豊かな食生活に貢献することを目指す高い理念を持った企業であると聞いております地域に根差した店舗として生産者と連携しながら吉岡町の住民はもとより近隣の住民の皆様の健康で豊かな食生活を支えてくれることを期待しております実は誠におめでとうございます まして株式会社鶴屋代表取締役社長掛川健三よりご来店のお客様にご挨拶申し上げます皆さんおはようございます鶴屋の社長の掛川でございます本日は朝早くから鶴屋四川店の開店に ごまたただいま、すみません、町長様からご挨拶いただきまして、えー、しししと責任を感じる次第でございます。つ、えー、りは、えー、合言葉が、えー、新鮮爽やかハーモニーといいます、スーパーマーケットですので、新鮮な商品、そして爽やかな接客と店舗でお客様と一緒に育ちたいと。 いうふうに願っていますその新鮮爽やかの、えー、文字を取りまして、えー、しんちゃんとさわちゃんというマスコットがおりますので、えー、よろしくまたお願い申し上げます皆さんも長い間お待ちだと思いますので本日は少し回転をはらめまして、えー、私のご挨拶が終わりましたら 即開店させていただきますのでもうしばらくお待ちくださいまた、えー、皆様とともに末永く、えー、この地で、えー、育ちたいという,うに願っておりますのでまた引き続きご指導よろしくお願い申し上げます本日はどうもありがとうございました竹川社長より皆様にご挨拶を申し上げました 時分それではまいります。 吉岡町に鶴屋吉岡店がオープンいしました。群馬県吉岡町に群馬県3店舗目の鶴屋がオープンしました。よろしくお願いいたします。そして8時48分、お客さんの入場が始まり、正式にオープンとなりました。大変お待たせいたしました。鶴屋吉岡店開店でございます。えー、たくさんのお客様に早朝行列並びいただき誠にありがとうございました。 鶴屋吉岡店は午前8時46分にテープカットその約2分後の8時48分には予定の9時よりも少し早いオープンとなりました早朝よりお並びいただきましたお客様には大変長らくお待たせいたしました店内商品豊富に取り揃えておりますのでぜひごゆっくりとお買い物をお楽しみくださいませえただいま 順番にお客様を店内へとご案内いたしております、えー、別の後ろの方、最高尾のお客様もうしばらくお待ちくださいませ、えー、ただいま鶴屋吉岡店開店いたしました開店の一方で鶴屋の最寄りの交差点、大松交差点ここでは鶴屋へ向かう周辺道路は大混雑となっていました 反対車線も長蛇の列です日本道路交通情報センターによりますと、昨日13日の午前10時55分現在で、吉岡町大久保大下付近で0.9キロ、吉岡町大松付近でも0.5キロの渋滞だということです。そしてオープンから約1 10時時間後の午前10時 先ほどと変わらず多くのお客さんが訪れていました画面奥側から手前側へ歩いてみると早送りで見てみると少しずつ進んでいるのがわかります事前の情報によりますと駐車場の台数は400台レジの台数はこの日15台フル稼働していたということです 今回の鶴谷吉岡店のオープン初日の混雑、向かい側にはジョイフルホンダが運営する仮称ジョイホンパーク吉岡が建設中です。近年、続々と大型店が進出する吉岡町、一方で問題となる渋滞の対策、そして群馬県4店舗目を再び前橋市内に進出すると発表している鶴谷の今後の動向にも合わせて注目です。 特集です。群馬県内のターミナル駅である JR 高崎駅この高崎駅の駅ビル高崎モントレーは今年開業から40周年を迎えましたリニューアルは度々行われているようですが40年を超え施設の老朽化などから建て替えを視野に入れても良い時期が来たのではないでしょうかそこで今日はもし高崎モントレーが建て替えとなったら どんな姿になるのかを視聴者の皆さんと考えていきたいと思いますさらに近く建て替えが行われるのではないかという老朽化以外の理由も考えていきます JR 高崎駅前にある高崎モントレーは1982年4月14日に開業した高崎駅の駅ビルで今年開業から40周年を迎えました 高崎モントレーは規模を地下1階、地上10階建てで面積は1万6千平方メートル。ホテルメトロポリタン高崎もこの高崎モントレーに入居しています。一方でこの高崎モントレーはこの向かい側で2017年に開業した。 高崎オーパーとの激しい競争にもさらされています中でも成城石井やマクドナルドなど高崎モントレー側も群馬県初出店のテナントや一度撤退したテナントを誘致するなどを行いましたそしてこちらは高崎モントレー内に入居するホテルメトロポリタン高崎の様子ですこちらは高崎モントレーのフロア概要です 先ほどは地下1階地上10階建てとお伝えしましたが、えー、ホテルを除きますと、えー、営業フロアは地下1階ではなく地上1階から、えーま、屋上8階までということです、えー、これを見ていきますと10階まであるのは、えー、ホテルメトロポリタン高崎、えー、こちら客室が6階そして8階から10階となっています 下からまず見ていきますと1階が食料品フロアコンコースと4階がファッションフロア5階がレストランそしてサービスのフロア6階がホテルメトロポリタンのフロントなどそして7階がクリニックとカルチャーそして8階は屋上となっていますこちらが勝手にイメージした えー、高崎モントレのの建てて替え後の様子となっていますこれは地図に、えー、今回していますがこれは公式に出たものではなくてこ勝手に、えーまあ、妄想で作ったものなのでそちらをあらかじめご了承ください、えー、まずですねこれ高崎駅西口側を見ているんですが、えー、薄く囲まれた拡大エリアというのが、えー、この建て替え後の姿、まあ、フロアまではさすがにどうなるかはか 想像がつかないので、まあ、今回こういった、えー、形で考えてみました、えー、ずばえー、どうなるかというのは、えー、実質増床を横に拡大すするとといいいう、えー、イメージが、えー、一番近いかなと思います、えー、具体的には今この拡大エリアという薄い四角で囲ったエリアがあるんですがこちら現在はですね、えー、地上2階建ての立体駐車場ということで。 駅前というのも関わらずですね、えー、低層利用されている、えー、エリアなんですがこちらがですね将来的に拡大するエリアモントレーになるのではないかと、えー、考えていますそしてオープニングでも話しました高崎モントレーが老朽化以外にも建て替えが行われるのではないかと思われる理由はさらにもう一つありまして それは北陸新幹線の延伸です。と言いますのも2015年の北陸新幹線金沢延伸の際にも実は高崎駅リニューアルが行われていましてその時は新幹線改札内のお土産店舗やまた一部設備などがですねリニューアルされました。今後高崎駅が控えている主な出来事もやはり北陸新幹線です。 え2024年には現在北陸新幹線金沢で止まっているのがえ福井県の鶴ヶ間で延伸されますえゆくゆくはさらに新大阪までつながることが決まっている北陸新幹線えこういったある程度節目の時にえ大きなリニューアルが沿線内行われる傾向にありますのでえそういったことからも高崎モントレー に限ったことではないのかもしれませんが高崎駅で何らかの大きなリニューアルが行われると考えています一方で駅周辺の高架化や駅前再整備といった新たな街づくりで駅ビルが大きく生まれ変わる例もありますそれは群馬のお隣新潟県の jr 新潟駅です新潟駅の駅ビル心新潟では今年9月心新潟東 中央、本館が揃って閉店。また、新潟駅の高架化によるスペースに商業施設を整備することも発表されています。大規模小売店舗立地法に基づく新潟市への届け出によりますと、画商、新潟駅高架下ビル東と、仮称、新潟駅高架下駅ビル西がそれぞれ提出されています。新たな駅ビルの店舗面積は、 東側で合わせて9007平方メートル、西側で合わせて7185平方メートルとされています。届け出上の開業時期は、東側では2023年1月31日、西側では2024年2月29日とされています。解説モア ここからは解説マークと題しましてさらにもう一歩詳しく考えていこうと思いますまず高崎モントレーとはということで再び見ていきますと JR 高崎駅の西口側の駅ビルということで東口側は2010年に開業した e サイト高崎となっていますこのモントレートは開業は先ほどもお伝えしました通り1982年4月14日 規模は地下1階地上10階建ての規模となっていまして店舗面積は1万6,000平方メートルとなっていますそしてこちらは現在の高崎モントレーのフロア外用となっています1階からコンコース階4階5階6階7階8階と続きまして、えー、ホテルメトロポリタン高崎は6階がフロントそして8階から10階が客室となっています そしてこちらが今回勝手にイメージしてみました、えー、高崎モントレーの建て替え後です、えー、もう一度言いますとこれは勝手なイメージですので実際のものではありません、えー、具体的にどう変わるのかというと、えー、イメージの中ではこの四角で囲った拡大エリア、えー、この場所にはですね現在地上2階建ての立体駐車場があるということで、えー、駅前という土地、えー、ながらも 割と低層利用されているということで、えー、もしモントレ建て替えとなるとこちらも何らかの手が入れられるまあ一緒に一体化していくのではないかなと思いますニュースワンナップモア最後までご視聴いただきありがとうございます気になるニュースは画面をタップしてもう一度ご覧いただけますぜひご覧ください